おお、かわいいね。いいね。さすが我が娘。ウイハはこんな服絶対着てくれないからな。ウラハちゃんが現れてくれてパパもママも嬉しいわ。新しい娘ができたみたい。ウイハもよかったな。ウラハがいたら学校をサボりたいとき替え玉できるし。そんなことせん。父さんも母さんもウラハが現れてからずっとはしゃいでるな。まったく、こっちの身にもなってほしいわ。自分じゃないと分かってても同じ見た目であんな格好されると不快だわ。そもそもみんなのんきすぎよ。ウラハの存在が公にバレたらきっといろいろ大変なことになるんだから。それにみんなウラハに干渉しすぎ。ダメなのか。だってウラハはある日突然出現したのよ。それって裏を返せばいつ突然消えてもおかしくないってことじゃない。私はあんまり入れ込まない方がいいと思うけど。ウイハは大人だな。でも俺はウラハとちゃんと接してやりたいかな。だってウラハはウイハの分身だろ。ってことは立派な家族の一員だ。俺にとって家族は特別だから、なるべく大事にしてやりたい。ほとんどまともに会話してなかった私にそれ言う？いや、喋ってなかっただけで、ウイハのことはずっと大事に思ってたから。そういうこと平然と言うとこ嫌い。そっか、ごめん。難しいな。このポーズはいいな、母さん。ほんと可愛らしいわ。あ、残りなくなっちゃったな。あら、ほんと？ママのも使う？いいね、もう一回撮ろうか。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。